底抜け大学教授は、1963年制作のアメリカ合衆国のコメディ映画、ロバート・ルイス・スティーブンソンの小説、ジキル博士とハイド氏をモチーフに、ジェリー・ルイスが映画化。ルイスは、監督、脚本、主演と一人三役をこなしている。1996年、エディ・マーフィ主演で、ナッティ・プロフェッサー・クランプ教授の場合としてリメイクされた。ジュリア・スケルプ教授は、 科学の虫で頭はいいが運動は空っきしダメな男である。学生たちから馬鹿にされるのを気の毒に思った女子学生のステラの勧めでボディビルを始めるが効果は出ない。そこで今度は生物学教室の文献を読みあさり、ある薬を発明して飲んでみるとたちまちたくましい男に変容した。変容したケルプはスポーツやダンスを難なくこなしてバディラブと呼ばれ、 一躍学生たちのヒーローとなる。だが、薬の効き目が切れると、たちまち元の弱虫のケルプ教授に逆戻りしてしまうことから、昼はケルプ教授、夜はバディラブという生活が続くことになってしまう。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。